はい、どうもお疲れ様です。ワイズファクトリーの動画になっております。もうまあお晩でございます。今日もはい、Pさんにお付き合いいただいております。お疲れ様です。はい、で今日のね、まあ日々ブログのような日記のような動画をお送りしておりますワイズファクトリーの動画でございますけども、今日2月7日水曜日、水曜日ですね。1900、あ、また1900って言っちゃって今のはフェイク。はい、2018年の2月の7日水曜日の動画になっておりますね。ちょっとね、ネットなんかでもちょっと調べてみたんですけど、はい、2月の7日、はい、今日は何の日みたいなのをね、こういう動画撮る時にちょっとまあ事前に調べたりするんですけど、今日はですね、ホッピョーロホッピョホッピョーロ言えてね、北方領土の北方領土は日みたいな日らしいですね。なんか何の記念日なのか、まあまあ掘っていくと、まあなんていうかな、北方領土はね、僕と P さん突っ込み始めると朝までかかるんで、これちょっと危険な動画になるなと思って、そこは無視です。あとは、2月の7日、あとね、なんか書いてあったな、船の日とか書いてあったな。船船船、川魚の船船、うん、なんだろう、船選ぶな。え、船って川魚って、船、なんか船の日って書いてあったり、あとなんか、まあ船寿司とかね、なんか2月の7日、まあ、大した日じゃないみたい、すいません、別に何のネタも出てこなかったんで、ちょっと P さんとお話しようって言ってたのが、ちょっとここのところの最近の雪の災害のね、リアルタイムの話ですね、っていうね、そこなんですよ。ちょっとね、お仲間さんからもコメントいただいて、福井県の方からコメントいただいたんですよ。ちょっと雪大変ですわっていうコメントいただいたんですけど、実際ちょっとシャレになんないじゃないですか。僕今ワイドショーなんかでも朝ニュースなんか見ても、福井県の雪って、今自衛隊なんかに災害の申請なんか出てたりとかしてね、ちょっとシャレになんないぐらいのところで、ちょっとまあね、暦の上ではもう春なんで、もうひと踏ん張り頑張ってくださいみたいなコメントを返したんだけど、ね、どえらいですよね今回雪ね、福井県なんかすごいですね。あれは俺も結構昔長距離とかやってて、やっぱりベタ走って、その雪だとかなんだかって襲われたことがあったんですけど、いやー、もう今回のこの福井国道8号のこれはね、もうありえないですよ。ね、ちょっとスタックした車あった、なんじゃちょっと待ってようか、雪に埋まっちゃうみたいなさ、あれはどうしたらもうね、どうしようもないよね、あれね、どうしようもないですね。で、なんだろう、行くも地獄、帰りも地獄っていう、で、その、ね、雪をこう、ね、蹴散らす、特殊車両も入れないと、で、今、ね、自衛隊の方たちが本当頑張ってくれて、人海戦術で、ね、なんかだって、映像を見て、ニュース見てたら、除雪車がスタックしてしまう、もう話にならない。それも無理だよ、もう助けに行った車がだってスタックしちゃうんだもん、もうこら無理だわ。でやっぱりね、なんだろう、人ってすごいですね。おにぎりをこう公民館の方が作ってくれて、ね、で今日ちょっと見たんだけど、ね、山崎のね、パンを運んでるトラックが、もうその渋滞に巻き込まれちゃって、もう届けらんねえからもう食えよみたいなただでね、それもう毎回しあるけどね、すごいですよ、やっぱり大人だなってい う, こういう時ってあるよね。でそこでさ、なんかどうなの、日本だから成立する話じゃないの、海外とかだったらそのトラックさ、うれパンが入ってんだろみたいな、ね、強奪みたいなさ、そういうのがあるんじゃねえの。やっぱもうこれはね、日本人として誇るべきみたいなところじゃないですかね。すごいね、日本って。いやいや、もうだって俺だってもう道の前でこんな、だって雪でさ、スタックして車がもう大渋滞、食べるものもない、もうトイレ使ってくださいって言うし、
あのまあよかったらビールだったらありますけどみたいな差し入れぐらいはするけどもそうですね、あここがねそうそうそう大丈夫大丈夫だね、ただ運転中にどうですかねみたいな俺でもする 動き出したらちょっと飲めないですけどみたいなね、そんな ね、 そうですね本当にいや本当大変だと思うわ。なんでしょうあの雪のだけもはシャレならんな。まあ僕もあの国道8号、国道8号なんか走ったことあるんだけど、あんな雪やっぱりありえない。だから僕があの雪の時の動画で雪道のね走行を推奨できないっていうのは違うんですよ。どんだけ自分がねきちんとやっててももう動けなくなったら。そこに動けない1台として参加するしかないので、その通りそいやだったら1台でも少ない方がいいじゃないですか。だから出るなって言ってるんで、うん、そうです、うん、違うの自分がちゃんと走れるかどうかどうでもいい、うんうん、違うのぶつけられたりとかさ動けない車の後ろについたら、まあ、結局動けない1台になっちゃうから、うんうん、出かけなくていい人は出かけんなって言ってただけだから、ね、ただ今回はねあの仕事でこうね、輸送途中にもう物流の人たちがね大動脈が止まっちゃってるわけだから、うん、まあこれは本当にちょっとね会社に行けませんとかさ、うん、荷物運べませんとそうですほんと気の毒でしょうがないよ ね、 ね、うん、なんとかならねえもんだがあれそれでもねやっぱりほら人と人がこう、うん、ねあの助け合ってっていうのがね、ちょっと感動しました、やっぱり、うん、もうね、山崎さんの本当にね、あれ俺感動した、本当にネズミ小僧みたいなことただね、どうぞってでも会社からもそういう指令が出たとか ね、 ね、うんまあ、そう持っていけねえんだったらそこでねそう、もうみんなにねなんとかっていうことなんじゃねえの、うん、ただやっぱ燃料切れ燃料が心配ですよね。ああそうね。でいやでしかもさああなんだしエンジンだけかけられてればいいけどさ雪積もってきてほら一酸化炭素で亡くなられた方なんかもいるじゃん。いますから。しゃれなんないよね。ああなってくるともう雪かくかエンジン切るかしかないわけでしょ。ないですからね。いやいやいや恐ろしい話ですよ。でいやあの少なくともほら雪で死にたくないじゃん。絶対よく雪国でさあの雪下ろしの途中にほら雪落ちてきて埋まって死んじゃうとかさ、ね、いや何があっても俺雪じゃ死にたくねえなと思うんだけどね、うん、本当もう皆さん気をつけていただきたいなと思っておりますよ。そうですね、うん、特にあの福井県 の、 あのお仲間さんからちょっとコメントいただいて、うん、あの僕もリアルタイムにニュースとか見てるからもうシャレならなと思うんで本当にあの気をつけくださいね、うん、でもう一踏ん張りね頑張ってください。